でもお疲れ様です。お正月セール、売れてるみたいじゃないですか。まあでもね、このインターネットが出てきて、スマホがあって、パソコンがあって、あの、時間的に自由になって、で、金銭的に豊かになる人がいる一方、なぜかね、同じものを使っていて、例えばスマホなんてみんな持ってるわけじゃないですか。なぜかね、時間の余裕がなくなって、お金的に豊かにならない人がいるんですよね。何な,なんですかね。同じようなデバイスが与えられて、同じような、 テクノロジーが与えられているのに、なんか余計に人生が短くなる人とね、ものすごくこう能力を発揮する人といて、なんかそう考えていくと,とく気の毒なような気がしますね。今二極化とか言われてますけども、二極化って、こう、なんですかね、政策とか政治のせいなのかなって思う反面、個人の責任じゃねえかなっていう気もするんですよね。 これがだからテクノロジーがない時代なんてほとんど同じような暮らしをしていて選択肢がなかったがゆえにまああんまりこう豊かな人も少ないけども貧しい人も少なかった中間層みたいなねそんな言葉もあったぐらいなんですけどもうんだからこのお正月とかにもかかってますよね1月今8日ですけども1月8日までの間にもうすでに止めるものと貧しいものがちょっと分かれてきてて。 まあやっぱあれですよね人間一人一人の能力に応じた人生が待ってるのかなと思ってしまうかなってことですよねなかなかそうは思いたくないんですけどもねうんいやまあテクノロジーは人を貧しくするということじゃないでしょうか。